どうもこんばんは、加瀬祐介です。今日は2021年の4月の25日、時刻は21時34分というところでドカポンランド4、始めてまいりたいと思います。ようこそドカポンランドへ。冒険の続き始めますか。はい、68周残りというところでスタートしてまいります。待っておったぞ皆の者、今日もがっぽり稼ぐがよい、疲れた時は立ち寄るがよい、体力やステータスぐらいはタダで回復してやろう、またその時に自分の強さがどのくらいかも教えてやろう。では皆の者、1ゴールでも多くの金を稼いでくるのじゃ。さあ皆の者の出発じゃ、もう明けい、皆の出発じゃでしたね。ちょっと噛んでしまいましたが、はい、今ガンバロンを使って攻撃力が上がっているというところでの、ビッグモンスターが遠い、こんなところにいます。ドッペルゲンガーですね、今の攻撃力なら一発なんですけど、これは遠いですよという感じですね。さてさて、遠いんであればそこまで、進んでいって、行くしかないですね。はい、4倍に使います。はい、15マスですからまあまあいけますよと、ここに来れるんじゃないでしょうか。はい、見つけました。もうとにかく道具屋経由でもうひたすらですね、もう行きますよ、もうどこまででも、行きます。3バインを買いまくります。はい、売るやつは、このビビデバビデブーというのはさっき王様からもらったんですよね。ちょっと嫌なことが起きたら嫌なんで、とりあえずどうしようかな、せっかくだから使ってみてもいいかもしれないね。実況的には面白いかもしれないんで、装備が全部入れ替わるとか、なんかそんな最悪なこともあったりしますけど、まあちょっと面白そうなんで一応持っておきますかね。何が起きるかわからないので、まあ持っておいても別に面白いかもしれないですね。嫌なことが起きそうな気がしてならないんですが、せっかくですから持っておきます。ちょっと必要があれば売り払いたいと思います。よっぽど必要があれば使います。9000か、結構貯めてましたねこの村も。まあ一応レベル2ではあるんですけども、収入157っていうのは初期の村ですね。さて、めちゃくちゃこの人近いんですけど、結構大変ですよこの人は。ああでもそうではないか、結構この人自体もかなり強いんで、割とそんな辛くはない相手ですね。まあアサッシンというのはよく避けるタイプのやつですから、気をつけなきゃいけないやつです。さてさて、もうせっかくガンバロン使ってる時に限って遠いんですよね。とりあえずこっちから行った方が近いのかな。まあこっちからの方が近いんですけども、まあしょうがない。オークロード、まあせっかくこっちはあれしてるのに、ドリーを使われたら呪われてしまうんで絶対避けなければいけないパターンですね。はい、500か、強いな。さあガンバロンはもうないんですけど、ガッチガチがあるので、まあ同じようなもんです。ん、何を迷ってるのかこの人は。3万、いやー、こうしてみてやっぱステータスは本当あんまり変わらないぐらいですね。この人というか、このメイジとナイトというのは、あの素早さと、あの魔法にほとんど振ってませんので、攻撃防御が結構高い感じです。逆に私は結構素早さ魔法に結構振ってますから、嫌がらせとかはうまいことできるというイメージですね。まあ、ちなみに今だとこの人に出会うのはちょうどいいんですよね。この人毒を受けてますし、結構いろいろいいアイテムとかを持ってたりするんで。吸収して、リターンか。リターンはこの人意味ないんですけどね。ベルトゼリーですら魔力が13もあるのに。まあまあしょうがない。とりあえずビッグモンスターに近づきたいと思います。あと1回ぐらいは効果があるんじゃないでしょうか、ダメだな。1,2,3,4,5、1,2,3、あ、ちょうどいいじゃないですかこれ。80とかなんで殺されることは絶対ないですから、
ちょうどいい、こいつを懲らしめてやりましょう。ちょうどいいことになりました。さあ、ネムネムを使われたら終わりなんで、それは避けておきます。うわ、かなり食らったな、これでも。まあ降参するでしょうから、アイテムもしくは魔法もしくは金、うわー全然ですね。ここに来た意味はほとんどなかったかもしれないですね。とりあえず3倍を奪っておきます。うわー、ほとんど意味がなかったですね、こいつと戦って攻撃食らっただけでした。とりあえず村にでも寄りたいとこですね。ちなみに毒を受けていても村に入れば回復します。はい、順位はというかお金はどんどん上がってますね。何そんなお金が上がったかちょっとあれなんですが、はいはい、まあ、とりあえずまだ攻撃力上がってますんで、まずはどっか村に寄りたいですね。16マスか、大きな数字が出ましたが、16マスいきなり行けるのかなこれ。はい、行くことはできないですね。そしたら、16マスか、バッチ村に行くことはできないと。ここに行く道を見つけましたんで、とりあえずここに行きます。はい、そして、アイテム売るものはないですね。買うものとしては、長靴というのは毒を食らわないんですよね。まあいらないですね、長靴はいらないんで。ジャンプをとりあえず1個だけ持っておきます。であと3倍、あとはいいですね。はい、というところです。勇気が湧いてきました。やっぱりガンバロンはやっぱり素晴らしいですね。とりあえずちょっとこいつと戦ったせいでちょっとパワーが減ってしまった、HP が減ってしまったんで、とりあえず宿屋に行かなきゃしょうがないです。宿屋というか村に泊まればいいんですが、まあ、もしくはまあそのまんまガッチガチを使って戦いを挑むというのも一つあるかもしれないんですけど、まあやっぱ無難に一回止まった方がいいですね。ダークエルフももう雑魚的になってしまいましたね。6、まあまあそういうことですよね。多分相当村にお金が溜まってると思うんですよね。そういうことか。また最悪なことをしてくれましたねこいつは。こっちがパワーを回復して、これで多分効果がなくなるんじゃないでしょうかね、まさか。ではなくてドッペルゲンガーですよ。こいつと戦いを挑んで、もし高校が出れば、あ、先行が出た。そしたらまあ倒しますよね、これで一発で。ギリギリでしたね。はい、でレベル上がると、これはナイスですね、非常にいいですね。とりあえず魔力を上げて魔法を持てる数を増やしておきます。はい、アーチ村平和になります。オービットして36000円でバラギン村くれましたと。バラギン村は結構いい村ですから。ああ、ここか、ここもかなりいい村なんですよね実は。まあ、大体あの辺が大体この物語というか、このドカポンランドの、まあ、中くらいよりももう上ですよね、イメージ的には。まあ、そのぐらいの街という感じですね。必殺死んだんじゃないかなこれ。死にましたね。殺されました。これは多分武器を奪うでしょうけど、村か、村を奪ったか、アホですね。まあこれで私が、まあでもこいつはなんかまあいいもの持ってるんですよね、どうやら。何をするかわからないんですが、多分、いや待てよ、90で200、必殺なら食らう可能性はあるんですよね。
まあ、必殺でも死なないと思うんですね。で防御しとけばいいんじゃないかな、これは。はい、最高の結果でしたね。これでまあ相手は降参します。はい、ざまあみろということですね。素晴らしい。そういうことなんですね。カエロッカナが欲しいな。ムラデロンはいらないです。カエロッカナですよね。やっぱりこのカエロッカナというのは自分の好きな町にですね帰ることができるというやつ で、魔法の鏡というのはこっちが嫌がらせした時に弾いてくれるやつなんで、ちょっと持っておいてほしくないんですが、いいです。とりあえずカエロッカナを奪っておきます。でアイテムは持てないんで、じゃあジャンプはいらないですよね、という感じです。はい、ガンバロの効果がなくなった。これはいいことをしてくれましたね、ビッグモンスター。ナイスです。さてさて、というところでこいつらがこんな感じで弱ってる間に、私はといえば、まあこっちの方の町に行くっていうのも一つあるんですけども、ですね、今ここにいますと。でここを降りていって、でこの辺りの敵を倒していくというのは一つ、まあ、考え方としてはあるんですが、どうしようかな、ちょっとこう迷いどこですね。この辺の敵はもう急に強いんですよね、めちゃくちゃ。まあ、今あんまりまともには戦えないんで、ここの武器さえ変えればという感じですが、ここの武器ももうちょっとまだ全然変えないですね。となればですね、一旦ここまで移動するかな、ここを狙ってみるかなというのはありかなと思います。ラージシールドあたりをちょっと狙ってここに来ると、いろいろ考えどころではあるんですが、そうですね、そろそろこういう動きをしてもいいんじゃないでしょうかね。とりあえずサンバインを使って、そうですね、とりあえずサンバインを使って左下の方に移動していきます。6しか行けない。4、5、あ、ちょうどいいや。こういう感じでとりあえず宝箱経由でサンバインをゲットしました。はい、あ、この人はこんな近くにいたのか、まずいな。そこを計算していたのかもしれないですね、コンピューターの独特の。そしたらですね、2、3、4、5、6、7、8、9、11、ここに行きたいんですよね、実は。集金所、かなりお金が貯まってるはずなんでですね、集金所を めがけてとりあえずは行ってお金を回収しまくるという感じで行きたいと思います。さあできるか。あ、できましたね。ということでお金を回収しまくる感じで行きます。かなりあるんですが、まあ、ここですよね。まず長和の4万4000を集金します。それで33万。まずいな。こいつは生き返ってしまったぞという感じですね。まあ多分割と早めにビッグモンスターにたどり着くと思います。まあでもそれでもちょっとこっちはこっちでちょっとやることをやろうという感じですね。まあちょっとあと何回か集金をして、そしてあの武器屋に行って、いい武器をゲットすると、まあ、そういう流れですね。4番員、まあ、使ってください。10、まあでもこの人はもうしばらくもううろうろするしかできそうにないですね。さあこのその間どれだけお金を集めれるかがポイントです。まずですね、ここでするべきは 1,2,3,4 を出してこの辺の村を制圧する、もしくはここでお金をもらうみたいな、いろんな過ごし方はできるので、ちょっとこの辺をうろうろしておきたいと思います。 1,2,3,4,5,6 か、 1,2,3,4、ダメか、 1,2,3、 あー、肩から僕にはちょっと今回用事はないです。そうですね、とりあえず魔法でもゲットしておきます。ガッチガチを2個目ですね、2個目のガッチガチゲットです。あ、罠というのはですね、ここに誰か、自分以外の誰かが止まった時にダメージを受けるという、そういう罠ですね。まあ、どこに仕掛けたか本人は覚えてなくても敵しか食らわないので、まあ割と有効な方法といえば方法なんですけども、これは襲撃してますけど、成功してるようです。たったの1000ゴールドに、
リスクを背負いますねというところです。さああと何回か動きます。3、4、あー微妙な1、2、あこれでいいですね。はい、これで2回目の集金をします。2回目の集金はここです。ノーなんですね。はい、というところで2回目の集金が終わり、あとそうですね、あと4回ぐらい集金したら移動してもいいんじゃないかなというところです。この人は1個しか村がないんで、まあ、まさに自利品の状態ですよと。で、まあ、この人ももうしょうもないところでうろうろしてるだけですね。その間私は集金をして、強い武器を買いに行くという感じですね。うん、素早く避けました。結構上がってますね。16まで素早さ上げてるんで、ぼちぼち素早さは上げているという感じですね。さてさて、まあ、もう何回かちょっとここでうろうろします。1、2、3、4、5ですね。ここをゲットしておきます。はい、エビルナイトですから、まあとりあえず一発では倒せないと思いますが、こっちも一発で死にはしないと思いますので、まあまあこれでいいです。分身をされたら死にますんで魔法防御です。あ、こういうことか。うん、これは絶対襲ってくるな、これは。まあレベル1ですからね、おそらくは成功するでしょうけど、まあいいです。とりあえず8000ぐらい、1。この人はもう本当うろうろしてるだけですね。さてさて、こいつに勝てるかどうかです。まあもうここでもうだいぶ差がついてきたというところになりますね。はい、これで先行取れなければ降参します。はい、降参です。これはもうしょうがない。3倍を取られましたが、まあしょうがないです。3、あーまたこれお金を取られますね、これは。もう自利品の人はもう襲うしかもうないんですよね。まあいいです、とりあえずはした金は気にしません。あ、結構この人も追いついてきましたね。少しずつ結構防御力が高いんですよね、この人。さてとりあえず1回、ん？なんだ、あー通れないわか。まあいいです。はいはいはい、臆病風です。まずいな、そろそろちょっと進んで武器屋に行かないと。またこの人はこのチット村というしょぼい店のお金をゲットしているようですが、まあまあこの辺の敵は、あでもアサッシンは本当素早さ高いんで結構厄介なんですが、うまいこと攻撃を当てましたね。またか。そういうことですね。はい、とりあえずせっかく痛めつけたこいつの攻撃量、HP を回復されてしまいましたよというとこなんですね。さてここで私はガッチガチを使うんですね。ガッチガチを使うことによって次にこいつと戦闘で、さらには、まあ防御力は 1.5 倍ぐらいになってるんで楽勝で倒せると、まあ、そういう、まあ、シナリオですね。というか、まあ最初から使っておけばよかったですね。そしたら降参する必要もなかったんですが、ユニコーンは立ち悪いんですよね。素早さ55なんで結構強いんですよ。まあ、しかし吸収してからの何かな、これは。あ、眠か。うん、で2ですから、あ、まあかなり近づいてますね、この人たちは。まあ死にはしないですね、余裕です。
やっぱりこうビッグモンスターを追いかけていかないとこんな感じでこう追いつかれてしまって、でかなり強いは、アイテムとかをこう王様から与えられたりして逆転されるっていうことは、まあ、ありえますんで十分気をつけなきゃいけないところです。さてさて、まあ、一応一発で倒せないということはよく分かりましたので、とりあえず、まあ、貯めておきます。そして分身をされるときついので、まあ、分身されてもそんなきつくはないんですが、まあとりあえず分身を避けておきます。必殺か、ダメージを受けなかった、はい、というところですね。ちなみに魔法防御としてありますが、魔法防御というのは本当魔法攻撃を防いでくれるだけなので、防御の効果はありません。魔法以外はですね、あ、またこれ避けられてますね、かわいそうに。で、魔法防御じゃなくて普通の防御をした場合は必殺とか魔法攻撃とか、まあ魔法攻撃というか分身とかはただ攻撃力が倍になるだけなんで物理攻撃なんですけど、基本的に物理攻撃全般に効果があるというイメージなんですが、こいつは村を2000ゴールドのために襲ってますね。まあ成功してますね、まあ、6分の1ですからね、そうそう失敗はしないんですけど、はい、これでもう楽勝ですね。恐れる必要なしという感じです。まあ素早さもこっちの方が余裕で高いので、はい、まあ、1800でももうレベルが上がらなくなってしまいました、まあ、こうして苦労した村をですね、ビッグモンスターを倒したことによってサクッと取られたりするんですよね。はい、ユニコーンはダメージを受けたようですね。さてそろそろビッグモンスターに来そうですね、この人たちが。また買ったか、これを。この魔法の鏡を売ってくれると助かるんですけどね、まあ売らないですね。しかし販売品はこの人の所持金からするとかなり高いもののような感じなんですけど、はい、というところでここに来ました。今37万ゴールドなんでここに行きたいんですけど、37万だとまだもう一つ買えないんですよね。なのでもうちょっと欲張って 1、2、3、あ、いいですね、ここに来ました。37万ゴールド、あ、今4万があったか、ここが一番大きいですね。4万、ここをまず回収しておきます。で41万です。まあなんか今持ってるやつ売ったらもう回収できそうな気がする。あ、まずいな、これはちょっと倒されたらちょっときついんですよね。なるほど、力を貯めて倍に、一発では倒せないですから、どうせ。はいはい、なるほどなるほど。何か妨害してやりたいんですが、特に妨害手段がありません。まあいいです、とりあえずお金を取られそうでちょっと怖いんですよね。実は王様がこう褒美に、お金をやろうみたいな感じでからですね、お金を奪われて金を褒美として出されるということがちょっと怖いんですが、ビッグモンスターを放置しているとそんなことになります。さてさて、早速なんですけども、もうこれは移動ですね。さっさとさっさと武器屋に移動します。15ですからいけそうな気がしますね、これ。あー、いけない。そしたらこれ誰かな、これは見つけた、ちょっと待ってよ。リッチはそうですね、1回貯めればいけるんですけどね、1、2、3、4ですからね、それはいけるんですよね。リッチか、行ってみましょう。はい、ということで、まあ、ここでリッチを倒して、まずゴロサンダーを食らったらおしまいなんで、それを避けておきます。うわー、貯められたか、まあ、しょうがないですね。とりあえず貯めます。もうこれでいけなかったらもうしょうがないです。次は勝てなければもうやむなしですね。これで、あー、先行取られましたね。ということはビッグモンスターをこの人に倒されてしまいましたと、
これでお金を差し出されるとちょっときついんですが、まあ、レベルも上がりましたし、あ、レベルが2上がったみたいですね。結構な経験値をくれました。これでクイ村平和なら48,000。これでナイトがお祝いにマグ村か。やっぱりこういうことになるんですよね。私からは20万か。くそやられたな、これは。やっぱこういうことが起こるんですよね。わざわざお金を貯めていってたらですね、お金を取られると。くそー、これはひどい話なんですよね。なんかムカつきますね、これは。またわざわざこっちがギリギリお金を貯めて武器を買いに行けばお金を取られるっていう、しかも20万ですからね。かあ、ビッグモンスターを放置するとこういうことが起こるんですよね。まあそれで高校か、もうこれも高3です。で、うわ、また金取られたか。くそこれはもう本当にもうこのゲームはもて遊ぶのがうまいですよね。本当、わざわざお金を貯めて、わざわざ寄ったらお金はこんな感じでですね、結局4分の1になったのか。何も買えないですね、この状態だと。いや、本当にうまいことしますね。これ設定がうまいと思いますよ。ここまで嫌がらせをして、もうだからわざわざカスコまで来たのに全く意味ないですからね。結局せっかくお金が貯まったと思ってもこうやって戻されるんで、まあ、ここにいる意味すら全くないですし、ビッグモンスターは遠いですし、結構どうしようもならないんですよね。しかも通れないわ、そんなところに置いてもあんまり意味はないんですけども、てか全く意味がないんですけどね。恐ろしいですね、非常に。もう全くここに来た意味が、しかもガッチガチもなくなったし、15万ですからね。15万しかないということは、結局、ここに行く意味がもうほとんどなくなってしまいましたね。ということは、もう一回もう上に戻ります。とりあえず戻って、とりあえず戻って、もう一度ここでお金を貯めることにしたいんですけど、まあとりあえずここ結構あるんじゃないかな。ダメですね。まあしょうがないんで、あ、見つけましたね。でもここに来てもしょうがないんですよね。まあ、ここに行くか。ここに行ってもしょうがないんですけどね。まあいいや、とりあえずここに行きます。このエリアはかなり敵が強いんで、まあしょうがないんで一回逃げると。2000ですからね。まあ発展のために1万ゴールド。まあここをあんまり拠点にする必要もないんですけど、まあとりあえずレベルは1個上げておきます。まあ1個上げておきます。とりあえず今はお金が欲しいので。で、またこいつを倒したらですね、またお金を取られそうな気がするんですけど、今こいつが動き出したのはおそらく下の武器屋に、あそこ今見えてる武器屋結構強いんですよね。金がかかったと。このお金を持ってる時にこいつがお金を追加して、そしていい武器をくれますよみたいな、そういうシナリオがあるんですよね。こいつか、バーバリアン。まあ倒せますよね、普通に。多分一発ではいけないと思うんで、必殺でいったようですね。なるほど、うまいことやりますね。はい、よくやってくれた。城下村平番なんで42,000で、富山村か。あ、ビビデファビデブーまた配ってますね。で、魔法はこの人2個しか持てませんよと。近くに来ましたね。これはナイス。で、こいつを倒せばすぐ武器を買いに行けますね。という感じで、まあ、今回もなかなかのこうふざけたやり取りを見せることができたんで、まあ、面白い回にはなったかなと思います。くそ
さあ、かなりもう本当にピンポイントでお金を取られましたと、そういう回になりましたんで以上にしたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。